皆さんこんにちは。未来造形の実現をサポートする小里会計グループです。今回の本のご紹介ですね、こちらです。稲盛和夫さんの生き方ですね。この度ですね、稲盛さん亡くなりになられたというニュースを聞きました。すごくですね、生き方もこの本にもありますし、本当京セラという会社を一代で築き上げられて、すごく素晴らしい日本の代表する経営者の方として、いろいろ考え方も含めてすごく影響を受けていた、すごく学ぶことが多かった方だっただけにですね、非常に残念でなりませんが、ご冥福をお祈りしております。改めて今回の話をニュースをですね、聞いてですね、稲盛さんの本をもう一回読んでみたいなということで、生き方の本をですね、一度読んだことあるんですけど、改めて手に取りました。稲盛さんというとですね、本当にもうこの日本を代表する経営者であったわけですけれども、ですからこれだけの会社を築かれている方ですから、すごく順風満帆に行かれたんじゃないかなというふうに思われる方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、実はそんなことはないというところなんですよね。それがこの生き方という本に書かれています。本の中でも書かれていますけれども、もともと稲盛さんってすごく本当、学生時代からですね、失敗と挫折の連続の人生を歩んでこられたです。それはこの本に書いてあってですね、私の中ではすごくそこが印象的で、ずっと順風満帆な人生を送られてきていなかったんだなというところなんですよね。始まりは中学受験失敗されて、なんとその後に結核になられてしまうんですよね。当時でいうと結核というのは不治の病と言われていた病気だったそうでして、実際に親戚の方も3名ほどお亡くなりになられていたという状況の中で、稲盛さんももう自分の人生はここで終わりなんじゃないかというふうに思われたそうなんです。でそんな時に近所に住まれている方がですね、ある本をご紹介してくださったんですね。その本が生命の実相という本なんですけれども、私は読んだことがないのでわからないですが、でその本を読んで、その本の一文の中にですね、すごく稲盛さんが気になったというか衝撃を受けた言葉があったんですよね。でそれが何かというと、病気になったのは病気を引き寄せる弱い心を持っていたからだっていう一文があったそうなんです。でその一文を読んですごく思い当たるところがあって、ハッとして、でも普通多分その本を読んで、いやいやそんなわけないでしょうって、病気だよっていうふうに思う方の方が圧倒的に多い中で、稲盛さんはそこに思い当たる節を感じて、あそうかと、自分自身の心の持ち方っていうところに間違いがあったからこういう病気になってしまったんだっていうふうに思ってですね、いいことをする人に対していいこと、自分にとってもいいことを心がけていかれたというのが一番最初に取られたことなんだそうです。で幸いにも結核が治って、学校生活戻ることができたそうなんですが、そのまま高校生活を経て、でその後ですね、大学受験を受けられるわけなんですけれども、この大学受験もですね、なんと第一志望に落ちてしまうんですよね。で第一志望の学校に行けず、さらには就職活動っていうところもいろいろ状況が状況だったということで、試験は受けども落ちてしまってと、そういう挫折をずっと学生時代に味わっていらっしゃったということなんです。で就職した会社がなんといつ潰れてもおかしくないような会社に就職されるわけなんですね。そういう状況の会社に入っているものですから、周りの同期の方もやっぱりすごくマイナスというか、そういう気持ちでいらっしゃることばかりで、せっかくその病気になった時に、その自分の心次第ってことは、学んだんだけれども、挫折失敗ということがあまりにも多くて、自分の中でも心もどんどん荒んでいってしまわれて、同期の愚痴っていうところで発散をするような、人生をずっと送られていたんだそうです。そんな中でもう同期も愚痴を言ってるが、こんな会社にいてもしょうがないよって言って、どんどん人が1人辞め2人辞めと、で気づいたら同期が誰もいなくなってしまったそうなんですね。でその時に稲盛さんは、ここまで落ちたらもうこれ以上落ちることないだろうというふうに、ある意味開き直って考え方を変えようというふうに考えられたんだそうです。そして研究室にこもってですね、実験をずっと続けられてたそうなんです。そしたらですね、なんとその実験がですね、成果を出し始めるんだそうですね。で成果を出し始めて、上司に認められて、そうするとやっぱり面白いもので認められるから、やっぱ次もっと頑張ろうと、仕事を頑張るようになったんだそうです。でそうやって頑張り続けているうちにですね、なんと稲盛さんはですね、当時日本では誰もやったことがなかったファインセラミックスの技術を使ってですね、ファインセラミックスの材料を独自の方法で日本で初めて合成開発することに成功されるんですね。
それが発端となってやっぱ自分の自信につながって、もういつしか仕事がもう楽しくてしょうがなくなったそうなんです。で、自分のやりがい生きがいに仕事がですね、なっていかれたと。それを経てどんどんこう仕事にのめり込んで京セラを立ち上げられて、そこから順風満帆です。まあ多分その後もすごい挫折いろいろ繰り返されてはいるんですけれども、その時に何を学んだかというと、全ては心の持ち方次第で自分の人生って変わるんだってことを、まあ、自分の身をもって実感されて体感されたそうです。だからこの生き方に書いてあることっていうのは、まあ、すごく綺麗なことやいいことがたくさん書かれているんですけれども、全ては稲森さん自身が失敗と挫折を繰り返してきた中でこう見出してきたものなんだというふうに本の中では書かれていて、実体験に基づいて自分自身も変われたから、だからそういう考え方、心の持ち方をすればみんな変われるんだよということを身をもって証明して、それを本にしたためてくださっているというのがこの生き方という本なんですよね。そういう意味では実学で実体験をもとにして書かれている本なんです。本当これだけのことをやられた方でも、これだけの失敗をされて死のうちさまよわれて今があるというところですよね。やっぱそうやってこう自分の人生を積み重ねてこられたということが、すごくいろんな方に、本当多くの方に勇気をですね、まあ、与えてくれる、そういうことがまあ理解できる、そんな本だなというふうに感じました。だから稲森さんの人生というのを通して、我々はすごくいろんなことを学ばせていただけてるんだなというところですね。で、これは稲森さんのその考え方かける熱意かける能力っていう言葉に全部集約されているんですよね。実は私たち経営計画書があります。で、この中にも考え方かける熱意かける能力っていうことをちゃんと書いています。創業者の小里からもですね、すごい大事なことで、特にこの順番が大事で、まあ、この本にも書いてありますけど、熱意と能力は0から100ですと。でも考え方だけはマイナスに触れるんです。だからどんなに素晴らしい熱意や能力が持ってたとしても、まあ、考え方がマイナスだったら全てはマイナスの掛け算になっちゃうので、逆に能力と熱意が高ければ高いほど考え方が間違ってるとすごいマイナスになってしまう。でそれがまさに身をもって証明された人生の方程式だということなんですよね。まあそれもこの生き方という本の中で紹介されています。で、これって会社経営も同じなんじゃないかなというふうに思うんですね。会社も何が大事かって言ったら、やっぱり考え方、何のために会社ってあるのか、この会社は何を通じてどういうこと、どういう人たちに喜んでいただくことをしていくのかっていうことが、すごくやっぱ会社にとっても存在意義っていうのがやっぱり大事なんじゃないかなというところですよね。まあ、それをすごく感じました。人は何のために生きるのかというふうに、まあ、この本では問われていて、人は何のために生きるのかっていう中で、すごく大事なことの中に哲学の確立っていうことをおっしゃっています。冒頭でですね。で、哲学っていうのは何かって言ったら、理念っていうふうにもうおっしゃるんですね。はい、本の中で書かれてます。哲学とは理念、理念をいかに確立することか、まあ、我々もこの経営結果書の中で理念っていうところがありますと。で、理念のところに何を書いてあるかというと、まあ、ここに書いてあるんですけど、はい、私たちの理念は社員の幸せを追求し、人間性を高める、お客様に喜ばれ感謝される。先ほど何のために人は生きるのかっていうことがありましたけれども、私たちの会社の経営計画書にも、会社は何のためにあるのかっていうことを書いてあります。会社とはですね、人が幸せになるためにあるというふうに書いてあるんですね。だから私たちの考え方で言うと、人は何のために生きるのかっていう意味で言うの、会社に行くけど、会社は何のためにあるのか、存在意義っていうのは人が幸せになる場所というふうに定義しています。だからすごい大事なことは、その理念を会社にいかに落とし込んでいるかっていうことがすごく大事で、まあ、私たち一社員だとしても、こういう経営計画書を通じて会社は何のためにあるのか、その中で人はどういうふうに生きていくのかっていうことを、本当にこの生き方、稲森さんが書かれたこの中からもいろんなものを随所に取り入れさせていただいて、まあ、こういう形で自分たちの哲学をまとめているということですよね。社長にも思いがたくさんあると思います。そういうのをこうやって、一冊の本にしたためていただいて、哲学にして、まあ、会社の文化、社風っていうことに、社格ですね、私たちは人格じゃなくて社格っていうことを、この経営計画書を通じて社格を良くしていくってことが、本当にいい会社で、そこで働いている人たちの幸せ、お客様の幸せにつながっていくんじゃないかというふうに、まあ、考えていて、まさにそれはこの生き方っていうところからも大きな影響を受けているんだということを、本を改めて読んでですね、感じた次第です。人は何のために生きるのか、
こがすごく大事だなということを改めて学ばせていただきましたし、まあ、本当に今のこの稲森さんの人生経験という中でどんなに失敗したって挫折したってやっぱ考え方次第でいくらでも人は成長できるしいくらでも人は幸せになれるんだなということを改めて気づかせていただきました。この本に書かれていることを実践してですね少しでもいい生き方をしていきたいなというふうに感じております。はい、ということで今回以上とさせていただきます。ぜひですね社格、まあ、会社という形で置き換えて考えるとこういう経営計画書を作っていただくと幸せな生き方、会社としての在り方っていうところも突き詰めていけるんじゃないのかなというふうに感じておりますので、まあ、ぜひですね経営計画書に興味があれば概要欄見ていただけると幸いです。今回の動画は以上とさせていただきます。またですねこのチャンネルの中でもいろんな経営に関する情報をお届けしてまいりますのでもしよろしければチャンネル登録高評価ボタンを押していただけると幸いです。今回の動画は以上とさせていただきます。またお会いしましょう。さよなら。